後輩のお部屋に侵入することができました。あ、許可取ってあります。いやー、なかなか物が多いな。結構溢れ返ってんな。これは良くないな。ケンスケ、後輩のケンスケ、すまんすまないか。部屋の物なくすわ。30分ほどで全ての家具を外に出すことができました。今日何をしようかと言いますと、パイのみたくさん買いました。総量からするとパイのみ320箱買わせていただきました。まあ、多分なんですけども、これだけ部屋に置いてあるだけでも帰ってきたらびっくりはするんですけども、箱だけじゃつまらないだろ。というわけで今から中身全部出します。結構お菓子って形バラバラなものが多いんですけども、パイのみはせめて綺麗な正六角形、並べたらなんかそこそこすごい感じの部屋になると思います。パイのみの中身を出すと計算したところ、1箱で 14cm×12cm になるので、箱よりかはちょっと大きくなるんで、結構もうほぼ全部埋まると思うんですよね、この部屋は。そしてこの部屋の縦は 450cm、 横が 257cm、 多分この量で全て埋まると思います。というわけで早速やっていきましょう。後輩がお家に帰ってきたら部屋がパイのみでパイのみになっていた。やっていきましょう。というわけでイカれたメンツを連れてきました。みんなで協力して部屋をパイのみでいっぱいにしようと思います。いくぞ。まずはラップを床に敷いていきます。パイのみを無駄にするわけにはいかないので、しっかりと床をきれいにしてから置いていきます。これやばいよ。ごめんな、明日の朝までよろしくお願いします。でも綺麗ね、めっちゃ綺麗。あ、明日の朝までえ、これめっちゃ綺麗じゃね。すごい、パクリ完璧なパイの目発見した。パクリ。そう、なんかつまんなくなってきちゃったな。ケンスマンちゃん、蜂の巣と勘違いしそうなんじゃない。ほら、ただの蜂の中身。あ、飽きたわ。はい、というわけで320箱目並べ終わりました。全然足りないっすね。追加で120箱ぐらい買いに行ってもらってるんで、なんとしても部屋は埋めます。
はい、というわけでご覧ください。いろんなものがあった後輩の家がパイのみになってしまいました。いや、なかなかすごいお金もかかってますし、相当のパイのみを床に敷き詰めたということで、パッと見パイのみってわからないと思うんですよ。六角形の木の木材で床のタイル作られてたんじゃないかみたいなことを思いそうなので、わかりやすいようにパイのみのパッケージを壁にこう置かせていただきました。これでもうすぐパイのみだってわかると。果たして人は家に帰ってきたら、部屋の中がパイのみになっていたらどう思うのか、早速見ていこうと思います。では、これはやったね。やばいよ。やばいよ。何かわかるか。いや、蜂の巣にしか見えんぞ、これ。壁もほら見て、いや、こっちの壁ほら、いや、こんなマジでこの移動するの大変だったというわけで、源介さん、はい、部屋の中がパイのみになっていたらドッキリで面白いダジャレでしょ。面白いダジャレ。どうです、結構ほら家具とか全部綺麗に出させていただいて、ありがとうございますありがとうございます。いや、源介パイのみ好きだからさ、そうっすね、うん、部屋の家具を全てどかしてパイのみにしたとじゃあ帰ります、お疲れした。待って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 、誰も来ないって